ハロー YouTube ニーハオヨークアンリンチーです。ですね、今日はですね、日中を股にかける怒涛のバイリンガルの僕が、ベネチア国際映画祭の、レッドカーペットを歩いた時の話をしようと思います。昨日あたり、ベネチア国際映画祭の開幕式があったのかな。はい。それでですね、僕も主演映画が受賞して、数年前にね、ベネチア国際映画祭のこのレッドカーペットを、歩いたわけなんですけども、その時のね、様子を話そうと思います。でね、その前にね、実はですね、僕のこの作品、カンヌの方も受賞はしてないんですけども、実はね、レッドカーペット歩く権にあったんですよね。中国国内だと入賞って言ってるんですけども、展示されたみたいな感じで、とりあえずレッドカーペット歩いていいよみたいな権にあったんですよ。で、なんで行かなかったかっていうと、監督さんが英語できるんですけども、やっぱりね、大量に来るとなんか、処理できないんで、見落としてたみたいなんですよね。そんなわけでね、カンヌ映画祭のレッドカーペットの方は、残念ながら、歩けませんでしたという話ですね。それでですね、このベネチア国際映画祭ね、この開幕式の1週間前からなんか来ませんよ、来ませんかみたいな、そんな話がね、監督さん通して来てて、その後ね、とにかく来なさいよみたいな、とにかく来いよみたいな、そんな話しかしないんですよね。受賞しましたみたいな、そういう話じゃないんですよね。それでさ、もうバタバタして行くわけなのよ。それでスーツなんだけども、僕さ、普段体鍛えててさ、幅がさ、大体さ、体重が95キロから75キロぐらいまで結構上下するのよね。でさ、だからスーツがなかなかこうぴったりいかないんだけども、それでさ、その時さ、95キロの時の用のスーツしかなくて、慌ててそれ持ってさ、行ったわけなんだよ。そんなわけでさ、ちょっとブカブカのスーツ着て歩かざるを得なかったっていう、経緯があるんですよね。でそれでさ、蝶ネクタイってさ、普段どこに売ってるか分かんないよね。でネットで買うとさ、多分ね、間に合わないみたいな、感じだったんで、慌ててね、慌ててっていうか、ついてからね、行ったよね。これね、この映画祭さ、実はさ、ベネチアって言ってるんですけども、ベネチアの街中であるわけじゃなくて、ベネチア のすぐ近くに、海で船で渡るんですけども、リド島っていう島があるんですよね。その島の上でね、行われるんですけども、本当にね、歴史あるいい感じの映画祭でした。そして豪華なんだけど、どっかね、ラフな感じ、開放的な感じが、するんですよね。服装とかも、カンヌ映画祭はね、結構規定が決まってるらしいんですけども、このですね、ベネチア国際映画祭は一応ね、明確な規定はないっていうことで、一部ラフな格好で、参加してる人たちもいました。でそれでですね、どんな感じかって、例えばね、展示すらされていないで、このレッドカーペット歩こうと思ったら、金額にして多分日本円で、1000万とか2000万とかさ、スポンサーになって歩いてる、中国の女優とかたくさんいるんだよね。で、そこで目立って、中国国内で、仕事を取るみたいな、そんなことをしてる人たちいるんですけども、そんなことするぐらいだったら、お前ちゃんと映画撮れよっていうふうに、思いましたよね。でそれでですね、幸運なことに、その年はね、僕がですね、この
ベネチア国際映画祭のレッドカーペットに最初に足を踏み入れた人だったんですね。はい、もうこんなことね。それでですね、はい、写真出しますね。はい、この写真ですね。あの監督さんと主演女優さんと、あの一番奥にいるのがね、あの僕なんですけどね、あのあっち側向いてますよね、観客席の側、向いてますよね。で大体ね、あのメインのねカメラマンがね、なんか手前の方にいるんですよね。だからなんかこんな風になっちゃうんですけども、ね、なんでね、ずっと僕結構ずっとさ観客席の方を見てたのね。で観客席の方を見てたらね、あの8割ぐらいがさ、ものすごく可愛い女の子だよね、本当に。それでさ、なんかほら、僕一番最初に踏み入れたわけだから、当然僕の方に手振ってるわけなんだよ。で僕も手振り返したりとか、ありがとうとか言ったらね、とか言ったりとか、サンキューとか言ったりとかしててさ、なんかもう目が離せなかったね、この時はね。でこの時にね、なんか本当に、顔がほころぶっていう、もう何百人も観客席いてさ、まあ、そのうち何百人さ、すんごい可愛い女の子で、あ、これかみたいな、本当になんか心の底からなんか顔がほころぶ気がした、この時は本当にね。まあそんなわけでね、僕ね、この時あんまり正面見たりとか、その、まあ、反対側にあるカメラの方、見たりとかしてなくてね、なんか、まあ、こんな感じの写真しかね、残ってないっていう話でしたね。ただね、映画やってるんだったらこの経験ね、なんか一回やっといた方がいいよ。この経験してなかったらちょっとね、なんか僕正直ちょっと違うんじゃないかなって思う気がする。で、僕もね、一応映画人でもあるんで、普段ねプロデューサーとかね、脚本とかやってるんですけども、俳優とかもやってるんで、その流れでね、今後ね、ちょこちょこ、このさ、ベネチア国際映画祭に賞を取った時の、戦略みたいなのをね、ちょこちょこ、コンテンツとして、作っていこうと思います。はい、じゃあね、それではね、この動画がいいと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。